おいす、どうも、ニエトノです。今回なんですけれども、ちょっとね、今話題になっているアプリ、ファイトリーグというアプリをやっていきたいと思います。こちらね、モンスターストライクで有名な X フラグさんが新しく手掛けたアプリになっております。では早速ね、インストールだけ済ましたので進めていきたいと思います。 X フラグ。おー、すごい、なんか和風テイスト。ほうほうほう。ほうほう。とりあえず目立ったキャラが4体いたね、今。おー、さあ、ファイトリーグ。じゃあ、スタート。おー。どっかで聞き覚えのある声だ。ルール。2手番で一旦メンバーを登場させると手番が終わる。2回手番が終わると自分のターンが終わってよね。タッグ得点、ファイターの共有、タッグを組めるパートナーのファイターも使うことができるぞ。相棒を見つけて最強のチームを作ろう。なるほど、まあ、よくありがちですね。そこは全世界を舞台にした熱いチームバトル、それがファイトリーグ。魅力的なファイターたちと共にいざ参戦と。これとりあえずパッと見5体いるけど、これは当たりなのかな。おお、ほうほう。台座に乗っているのが敵のリーダー。敵リーダーの HP をゼロにすれば勝利となる。相手よりも先にリーダーを倒すんだと。 OK。 ほう、何すりゃええの。ここに出すのね。なるほどね。もうめっちゃサッカーやってんぞこいつ。敵リーダーにダメージを与えたぞ。フィールドに配置したファイターは、矢印の方向にかな、これにファイターアーツで攻撃するんだ。 OK。 鋭い攻撃で相手リーダーを強襲。なるほどね。あと一息、 Your team、 あなたの番ですと。であればそうだね、300の方が強いからね。おーおーおー、犬が多いな。300ダメージ。なんだこれ。味方にファイトアーツがヒットすれば、さらなる連続攻撃チェインアーツが発動。無数のチェインアーツをつなげれば敵チームに大ダメージをお見舞いできるぞ。難しいな。おお、相手ターンか。え、強ない。お、玉もやん。ぎゅうぎゅうに詰まってたけど、まあ、カゴの中に。おうおう。え、でももうあと300でしょ、相手。何これ、FB。ストライカー、ひょう、ま、わからん。ゴー。おお、かっこいい。おお、パッドイン超かっこいいな。ファイティングバースト。ファイティングバーストが決まった。リーダーの HP が2000以下になると、リーダーだけが使える必殺技、ファイティングバーストが使用できるぞ。それを使って、相手リーダーにダメージを与えて勝利したっていうことですね。祝、初戦勝利。いよいよファイトリーグへの扉が開く。初戦突破した君にファイトマネージューをプレゼント。これで強力なファイターを手に入れよう。さあ、友達と一緒の最強タッグを目指せということですね。で、リセマラなんですけど、とりあえず名前登録ね。はい、私ニエトノと申します。ファイトリーグをご利用いただく上に同意いたします。大丈夫、許可します。はいはい、さっきのやつですね。まあ、ここはちょっとカットしましょうか。カット。はい、ダウンロード終わりました。では進めていきましょう。ファイトリーグにはいろいろな戦いが待っている。はじめにファイト7で戦ってみよう。腕試しにはちょうどいいぞ。 OK、 これですね。バトル、ファイト7かな、多分。バトル、
これでいく。まあ、これしかないからね、今は。用語集、メンバーとは読ましてくれない。プロフェッサーパイ、京都市 D リーグ、三重との。イエス、今日も熱く燃え上がろう。大興奮のバトルの始まりだ。Hey, here we go。 出せばいいんだよね、多分ね。出すか、とりあえずわからん。出してみよう、近くに。めっちゃギャルやん。めっちゃ黒ギャルやん。はいはい。ネズミ。痛い痛い。多分これネズミの前に出した方がいいんだろうね。多分だけど。ほうほう。で、結構しんどいあれだね。どうしようか。そうだね、この2体どっちかぐらいが良さそうだね。こっちにしようか。前3マスが範囲だから。どうなるんだろう、こうなるよね。で、あ、そういうことか。はいはいはい、2枚ずつ選べるってそういうことね。じゃあさらに行きましょう、攻めに。どんどん攻めましょう。攻撃は最大の防御だ。これいいのかな、こんな感じで。相手リーダーにダメージを与えた。これは何だろう、何もならないけどな。置けるマスを潰したって感じか。なるほどな。まあ、こっちかな。うん、こうだね。で、前2人と敵にもダメージを与えられる。こういうことでいいんだよね、多分。こうだよね。そうだよね。なるほどな。なんか面白いね。まあまあ。これまあこっちになるか。はいはいはい。これでさらにダメージを与えられるってことね。あ、これ気持ちいいな。あー、これはなんだろう、ハマった時っていうか、このチェインみたいなのができた時はすごい面白いね。またこれどうしようかな、次のターン。こっちだね。これをここに置くと多分いいんじゃないかな。目を覚ましなさいと。で、チェインするでしょ。で、チェインにチェインするでしょ。強い。これは強いな。でよ、どっちだ。まあどっちでもいいか。これここら辺置いたら終わるんじゃない。もうまだ終わらんか。あ、登場で200ダメージあるから終わるね。決まるね、これで。はあ、なるほどな。あ、これすごいあれですね。頭使いそうだわ。まあ、You win と。まあ、CPU 戦ですしね、いいですけど、これ対人戦とかなってきたらすごいぞ、もう。ナイスファイトだったぞ。これからも熱いバトルで楽しんでくれ。自信がついたらリーグで世界中のライバルと競い合おう。最後にもう一つ。画面サイドをフリックすると、ショートカットメニューが出現するぞ。名付けて矢印メニュー。いろんな画面で出せるので役立ててくれ。はい、はいはいはい、なるほどね。はい、でチャレンジをクリア。これでもうガチャ回せるのかな。プレゼント来てるね。開幕直前、まあキャンペーンでファイトマネー300をプレゼント。これじゃあ受け取りましょう。で310もらいましたと。これを使ってガチャかな。ガチャ
で、これ今2つあるみたいなんですけれども、多分上の方が2日間限定なんでいいと思うんですよね多分。で、当たりキャラなんですけど、おそらくね USQ ってなっているキャラクターが確かね4体か5体いるんですよ。そのうちどれかが出ればリセマラ終了でいいと思います。ということで10連でガチャできるのかな。ファイトマネを100消費して、あ、ってことは30連引けるのか。いきなりだったら US2 枚ぐらいは抜きたいよね、30連もできるなら。まあ、ひとまずやってみましょう。おせえいきます。どうなの、金がいいの、金がいいのかい。3つあるよ金、どうなんだい。おい、とりあえず銀から開けましょうか。ほう、おおああ勝手に行くのね。ででででーんと、誰かわからん。おお SQ、 あ、なるほど、言ってくれるんだね。まあ、SQ は多分ダメだね、 USQ じゃないと。僕っ子だね。 USQ が来ないとダメなんじゃないの。はい、 SQ と。おゴリラ、ゴリラ、オランウータンか。さあラストの金、お、あーダメだったね、 SQ3 つだ。お、昇格演出ってこれ熱いんじゃない？あ、これし、あれ？違ったっけこれ？なんちゃら先生みたいなやつが当たりキャラに入ってたと思ったんだけどな。あ、土の子好きかもしれん。え？これ違うの？あ、違うね。なんちゃら先生は USQ であったけど、え、っていうかあれなんだね。今のみたいに昇格演出入っても USQ じゃないんだね。あ、一応でもこのスタートアップガチャの左下にいるキャラだね、今当たったやつ。まあ、次の20連じゃあ行きましょう。おせー、なんかいい演出とかあんのかな。え、全部銀なんだけど、やばくない？え、そんなことある？ああ、金になったね。はいはいはい、 SQ と。ダメじゃん。あらあら、いいお姉様ね。お、お、なんだこれなんだこれ、本当にアヒルの体にドラゴンの顔。あー、なんか、なんか、うん、嫌いじゃない。おー、かわいいダルマッコ。あー、なんかすごい、なんだろう、わかるかな、メタロットってわかるかな、ティンペットにめっちゃ似てる。おー、美容師さんかな、超奇抜。もうこれ正直金色じゃない時点で結構飛ばしたいんだけど全然飛ばせねえな。お、金になった、来い US。 あ、 SQ なんだねこれ、すごい USQ っぽい雰囲気あったのに。あ、クソヤンキーや、鬼のクソヤンキーや。あー、マジか。あー、もう一回行きましょうか。じゃあこれで US をね2、3枚抜ければまあ問題はないのだよ。2、3枚抜けばね。金の数は2枚。レインボーとかあるのかな、これ。レインボーあるんだとしたら今30連で1枚も抜いてないから相当運悪いよね。あー、この子かわいい、かわいい。うわー、おかまーかわいい子の後に来るとインパクトやばいなこいつお、テンポいいよ。お、お、お、ま、マンドレイクかな、パッと見のイメージだけど。お、あ、さっきいたね、なんかこれの娘みたいなの、親子かな。さあ、うわー、かぶり。お、
あ、 S 級しか出てないですね。うん、ちょっと可愛い子の名前だけ見ていい？十文字マナちゃんかな、可愛いですね。でとりあえずまあ S 級しか出なかったのでリセマラ続行になりますということでね、まあここから多分ハイライト何倍速かでお送りするかカットすると思いますというところでね、今からリセマラまだ続行したいと思います。
ったー、やっと US2 枚抜いたー。しかもライオンみたいな US の方は2枚出たからスキルレベル的なセンスアップか、センスアップが1段階上がったから結構優秀じゃないですかね。よし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 、ファイターリストかな。で、ソートクラスかな、違うのか、フィルターか、うん、分からんから、まあいいや、こいつか、ガーディアンバールと、この子リングの王ハート、 US 実質、まあ2枚抜きっていうか実質3枚抜きですね。達成できたのでやっとリセマラ終了としたいと思います。時間で言うとね、4時間ぐらいかな、4時間ぐらいずっとリセマラやってました。もう本当に疲れました。それでは今回ここまでにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました、チャンネル登録なんかもね、よかったらお願いします。それではさようなら。